場花風舞の皆さんです。秋田県にかほ市を拠点に活動しています。よさこいを踊れることが当たり前だったことが当たり前じゃなくなった近年、今ここで皆様と同じ時間を共有できることに感謝します。笑顔いっぱいに演舞します。それでは花風舞の皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。この高等大公演ライトアップの時間、もったいない時間を本当にありがとうございます。秋田美人の集い、もとい秋田のにかほ市から参りました花風舞と申します。朝2時に秋田県を出発し、ここに着いたのがだいたい8時頃になります。朝から私たち審査のないチームではあったんですけれども、審査のあるチームさんとすれ違うたびに頑張れと言い、秋田県チームに出会ってなんか心を救われる思いになり、でも一番心を救われる思いになったのは、皆さんからたくさん最後まで演舞を見届けていただいて拍手をいただいた、そのまぶしい光景でした。パカパカしてるなんかこうやって遊んでもらえるのも本当に嬉しいですね。もっともっと秋田県チームの大躍進も嬉しいところです。私たちも審査のないチームですけれども、いろんなドラマを背負ってやってきました。コロナ禍でメンバーがなかなか練習に来なくて、代表がおいしいおいしいケーキを作ってみんなを餌に、それを餌にみんなを釣り上げたりで、やっと戻ってきたメンバーが揃っていたと思ったらまだ戻ってこないメンバーがいる。そんな中でこの中で結婚したメンバー同士がいてですね、結婚式で復活を遂げてくれたメンバーもいます。そして今日東京から駆けつけてくれた若いメンバーも帰ってきて、みんなで笑顔でこの曲天下早々という曲日よさで最後になるかも、はい、なると思います。もともと皆さん一人一人のカラーをいただいて未来に大きな虹を描いていこうといって、みんなで歌う場面から始まる曲です。私最近左耳がよく聞こえなくなってしまいました。でもその時にみんなが大きな声を出して練習歌を歌ってくれたの、すごく嬉しかったです。ぜひその歌声にも注目いただければと思います。それではみんなで万感の思いを込めて参りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花風舞。雨かけるこの思い、時の風もうすぐこの襟し未来へと足を揺らすほどの大地に響けいくつもの別れを色にたたえた周防の肌は、空の青、海の青にも染まず漂う焼けつく夕日の音に胸を焦がし、黄昏の彼方へ船は行く。友よ、今朝の出会いにも祝福を。次は追い風に逃げろ。やんやんさ、花風舞いざ。どうなんじゃ
知れんぞ。我を超えていけ。子供に物に触れてやる未来などない。己に名前で全てを語れ。超えていけ。どこの名前行きやるよ。終わっていきます。皆さんに万感の感謝を込めてありがとうございました。ありがとうございました。花粉前の皆さん、ありがとうございました。さて続いては皆さん